お札を手に押し寄せる客。そこには5キロのコシヒカリ、なんと1000円。そして卵も1パック100円。なぜここまで安いのか、東京下町伝説の激安王を追跡。ちょっとあれだよ。いや、予想と違うな。その仕入れの現場で見たものとは。さらに大行列ができるローカルスーパーでは、さあお味噌汁用にどうぞ。なんとベニズワイガニが1杯108円。値上げに負けない、大手に負けない、激安ローカルスーパー。なぜ客が殺到するのか、その秘密とは。破れたらおしまいですよ。我先にと商品を袋に詰め込む多くの客。都内のローカルスーパーの詰め放題イベントです。よろしくどうぞ。はい、よろしくどうぞ。参加費1000円ですが、箱入りのゼリー1000円相当が最初から入っていて、なんと元が取れた状態からスタート。商品は通常百数十円から数百円程度のお菓子や飲料、カレーや鍋の素、ぜんざいなどなど。すごいね。これ5000円以上あって、これな、はみ出しても持ち運べれば OK。 もう無理。もう無理。本当はこれあれね、ウソランドの中、車の中置いてきな。はい。こちらは東京足立区にあるローカルスーパー。物価高などで生活が苦しい中、客が助かる青果や食品など激安商品が並びます。夏に嬉しいそうめんが1袋105円、高騰中のサラダ油も1本321円など、超お得な商品がずらり。特にこの店で有名なのが68円コーナー。このコーナー全てが68円。ペットボトル飲料や電球などの雑貨、食器まで100円ショップに対抗し68円に設定。この日は月に一度の名物イベントの日。平日の正午にもかかわらず多くの客が。これが取れない。200円の品、200円の品。今日はね、なんとですよ、今日は肉で100円。毎月1日に行われる、その名もバカメイチ。これね、280円で今売ってるよ。はい、今日は100円。なんと卵は1パック100円。さらにここに来た人だけだ、やっちゃえ、2本で100円。バナナのたたき売りのように現金販売で激安商品が次々と売られていきます。このバカ値市を仕切るのが会長の唐鎌秀次さん86歳。人呼んで伝説の激安王。この日最大の目玉は、はい、3000円の品、今日はなんとですね、1000円。なんと茨城県産のコシヒカリ5キロを1000円で販売。満足です。もっといっぱい買いたかった。激安王と呼ばれる唐鎌会長。高卒後米問屋ででっち奉公。24歳の時に独立し、60年前にこの店を立ち上げ激安の世界へ。なぜこれほど安くできるのか、その秘密の一つがこのおよそ300坪の巨大自社倉庫。富屋様、メーカーさんが困ったものを買うとかいろいろあるんで。在庫処理に困った訳あり季節外れ商品などを大量買取してもここで保管、タイミングを見て販売できるといいます。さらに賞味期限間近商品、
大量に仕入れても安さと信頼で売り切るがモットー。そんな訳あり商品が毎日のように会長のもとへ。この日、会長室を訪ねてきたのは馴染みの業者。何をしたの？とりあえず会長、これあのトルコ産のスパゲッティなんですけど、うん、ちょっとコンテナ2本ぐらい余っちゃったんですよ。困ったね。はい。トルコ産のスパゲティ、事情があり、なんとおよそ17万袋もの在庫を抱えているといいます。で、そこでだってバカにならないでしょ。そうなんですよ。そうでしょ。もうバカにならないですよ。すぐね、30や50かかっちゃうもんな。倉庫費用も考え、すぐに売りたいという男性。通常180円程度で小売りされているスパゲティ、赤字を避けるには一袋80円で売りたいと言いますが、ちょっとあの上手あれだよって。500グラムのスパゲッティ、これでどうだってことだ。50円の売りってもらえた。そこで払うより早くお金にしちゃった方がいいですよ。一袋45円に頭を抱える男性。すると48円で、これも腹決めました。48円でお願いします。47円までだ、2円アップだ。さっき45円だけど、せめて50銭つけてくださいよ。47円50銭50銭だ。それでいきましょう。経理に怒られちゃうよ。お願いします。分かった、ありがとうございます。いやー、とうとう50銭まで商売になったか。なかなかこんだけの量を、あ、そんなあの町長話しながらいっぺんに買ってくれるところは今日本全国探してもどこもないです。まあ、今日はありがとうございました。いや、歌もない。50銭にこだわったスパゲティ、あの68円コーナーで売るといいます。皆さんね、今ほら競争激しいでしょ。でお客さん喜ぶ。変わった商売をすると。続いて埼玉県越谷市にあるローカルスーパーでは長蛇の列が。それでは大変お待たせいたしました。オープンします。開店と同時に店内は客であふれ返ります。小松菜が3、4束で21円、納豆3個パック75円。激安の商品が並びますが、特に客を引きつけるのは。ありがとうございます。さあ、お味噌汁用にどうぞ。なんとタイムサービスで鳥取県産の紅ズワイガニが1杯108円。はい、あと3つで終わりだよ。お客さん大丈夫ですか。わずか5分で完売。いつも安いから安定してね。今日はね、キャベツが安かったからお好み焼きしかないかなと。埼玉県越谷市にある創業41年のローカルスーパーですが、広い駐車場はすぐに満車。県外から来る客も。実はこの周辺はまさにスーパーの激戦区。大手に負けない秘密が。もう毎日イベントやってまして、店では毎日が激安イベントデー。白こんにゃくが限定数の10円。白こんにゃくが10円。突然始まるタイムサービスに、月1回10円セールの日も。玉ねぎ 100g が10円、魚肉ソーセージ 500ml のジャスミンティーも10円など、70種類以上の10円商品が並びます。まさに激安のワンダーランドですが、なぜその安さが可能なのか。もう赤字のものも平気で売るんで、だ専門用語で言うとアラリミックスって言って、赤字の部門や利益の取れる部門、それをトータルでお店で利益を出してる。さらに物価高騰の今、あえて行っているのが、お客様にはなるべくよく使う商品はもう激安で、うちはやっております。客が喜ぶ商品を激安にして他の買い物もしてもらう。お客さんも、丸さん来たらこんぐらい買っちゃいますよ。安いで、この調子止まんなくなるんだよね。困ったわ。すごい数ですよ。そう？おはようございます。この激安のワンダーランドで最大のイベントが、
決戦は金曜日。店内の部門同士で1日の売り上げを競い合う特売イベントです。今回は乳製品やパンなどを扱う日配部門と鮮魚部門が対決。日配部門の担当は冷静沈着チーフの水間さん。最後を差し切り勝ちたいなとは思っているので。一方鮮魚部門担当は元気がモットー22歳阿部さん。前回負けてるんで今回ちょっと勝てるように頑張ります。今回は秘策があるといいます。よろしくお願いします。はい、行くぞ。金曜午前10時対決の火蓋が切られます。土用の丑の日を前にうなぎ一尾755円や鮭の切り身10切れ1080円など自信の商品を並べる鮮魚部門ですが、開店15分後早速仕掛けます。シラスを通常の半額に、1パック150円程度です。早速客が。すると日配部門も白玉仙台こちら39円と大変お買い得となっております。通常130円の白玉仙台1個39円。続々と手に取る客たち。さらにこちら、パリの方 4.4 倍169円。こちらが本日はお買い得。通常税抜き259円の牛乳を169円で。そしてお昼に中間発表が。途中結果、日配、8万、優勢となっております。優勢の日配部門はさらに。この後しっかり売り上げ取れる切り札がありますんで。午後3時その切り札が。冷凍食品を表示価格から半額以下の 55% 引きに。エビドリアは3食で384円。そして焼きおにぎりは248円という激安。冷凍コーナーには客が殺到。保存ができるためまとめ買いが多く、売り上げを伸ばす作戦が的中です。ラッキーでした。ラッキーですね。そう、ラッキーです。午後5時鮮魚部門も秘策に出ます。ビンチョウマグロ、ソロビンチョウですね。脂が乗ってますよ。生のビンチョウマグロをこの決戦のために仕入れていたのです。人気のマグロで勝負をかけます。ビンチョウマグロは通常の半額、一柵2、300円程度で。さらにシラスとタラコも合わせ3品半額という激安。待ってましたとばかりこの日最高の人だかりに。タラコとマグロと、はい、シラス、はい、あ、3種類とも、はい、ビンチョウマグロ完売しました。ありがとうございます。わずか3分で完売。すごい、あんなすぐなくなると思わなくて。時間ごとにこう安くなってたりとかするのもあると気味で楽しいですね。午後7時対決終了。果たして勝ったのは日配部門か鮮魚部門か。それでは結果発表、はい、今回は日配チームの勝ちです。ありがとうございます。最後に盛り返した鮮魚部門ですが、およそ7万円の差で日配部門の勝利に。やっぱり自分たちが楽しむことによってお客さんも楽しんでいただける、そういう相互関係になってますね。